始まりました、まんま塾。皆様こんにちは、高橋結衣です。今回私が予想するのは2月4日日曜日に開催される勝運賞です。18時30分10頭の出走予定です。負担重量は650キロから660キロとなっております。3歳のボバレースとなっております。前頭がですね、この負担重量での出走が初めてとなっているので、それがどうなってくるかなと思っております。そして6番のライジンさんだけが660キロ、その他の馬は650キロという負担になっております。そして私が注目したのは去年12月に開催されたヤングチャンピオンシップ組です。今回10頭出走中の6頭がですね、そのヤングチャンピオンシップに出走していました。まあ私もレースを見ていてですね、まあ1着になったライジンさんはですね、第2障害と1投目で超えたんじゃないんですよ。4投、5投目ぐらいかな、5番目ぐらいに超えたんですが、もう第2障害超えた後楽勝スキップルンルン具合でそのまま1着になりました。もう全然余裕が見られました。まあだからね、まあ今回みんなよりも10キロ重いのかなと思いますが、その10キロがどう響いてくるのかと思いますが、私の予想はこちらです。はい、今回も馬単3連単でいきたいと思います。まずは馬単4番の、こちらがですね、ヤングチャンピオンシップで2着でしたフレームファーストですね、とあとは、まあ、1着だった6番のライジンさん、その2頭を含め、2着にはプラス8番の、ユーフォリア、そして9番のウルトラコタロウを入れてみました。フォーメーション6点 ×200 円。そして3連単はここですね、ここまで一緒で、あとここ3着に4689と12点 ×100 円、計2400円で勝負しようと思います。はい、前回のね、私の予想では、ああここもしかしたらこの負担重量がきっかけにこの子の単勝を買うかもなって言ってた子が1着来たんですよね。ただ今回ちょっとフレームファースト単勝購入してもいいのかもとは思うんですが、ちょっとヤングチャンピオンでの走りのやっぱりね、このライジンさんのルンルンもまだ余裕でしょみたいな走りがこう目に焼き付いてるので、フレームファーストの単勝はちょっと買いづらいかな。今回が第4回の勝運賞なんですが、まあ過去2回ですね、去年一昨年はそんなに荒れてないので、まあ人気通りに行くのかななんて思いつつ、という時には3連単も狙いたい、こちらで行こうと思います。参考にしてみてください。ちょっと前まではね、馬単と、単勝で買ってみるっていうことが多かったんですが、ちょっと人気通りに来てしまうと配当も安くなるので、3連単大きく狙いたいななんてちょこっと思います。それでは今回私高橋結衣が担当させていただきました。もう今週末は寒いです。北海道も晴れの予想で、ちょっと空気がカラッとしてきて、馬場状態も水分量は、まあ、そこまでないのかなと思っております。それでは日曜日楽しみに待ちたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。